きましょう。レオス、こちらになります。じゃあとりあえず早速一発目回していくか。田中くん、阿部くん、しょっぱなね、安井くん、1回目のリセマラね、はい、1回目ね、佐藤くん、みんな見なかったことにしてくれないか。これは見なかったことにしよう。こういうのはね、逆にね、わかる、なんか当たり前に出るような感覚でやった方がいいのよ。そう、うん、おー、ここね、2回目ね。いやー、ほうほうほう、これマジでね、なんかね、むずすぎる、まあ、これは特能はね、すごい強いんだけど、総編も5あって、まあスタミナがないけど伸びえあって、5、6P ある。これで野手転生が、俺だったら多分マジでこの山田以外にもう一人いたらぶっちゃけ言ってたんだけど、行くわ私3回目、これ男、私勝ちに来てんだもん、二次三次甲子園2023で。いや、これ素晴らしい、素晴らしいと思う。いや、もう あれ見て3回目行くっていう決断した時点で、いや、これは褒めるべき。もう本当に本当にそう、行くぞ、来い、ほう、ヤシノリフって書いてたっか、こいつすげえ、なるほどね、強っ、おい、天才でもなんでもない、あの普通じゃ強い、早球いいか、うん、大早球いいか、ファースト行ってもいいな、お前早球し、俺、うん、投手の球にいささか不安はあるけどね、野手がね強いわ、悪くないよね、おー、うん、全然いいなこれ、うん、うん、結構難しい育成かもしれん、ね、これは面白い育成になりそうだぞ、うん、新入生の1年生も大事なんだけど、3年もすげえ重要だからね、わー、3年ピッチャーがおらこれはやばいやばい、内野がビッチビチになってる、これ上級生かお前ら、本当に教えてほしい、あれ、うわ、あれ、2人いる、佐伯が2人いる、はい、抽選会来ました、組み合わせ抽選会に参加しませんかと、大事くじ引きに進みます。栄冠ナインの1000時間やってる人、どれかな、2000時間まで全員会、いや、右から2番目、やっぱり今1000時間で呼びかけたから、2000時間来たら話は変わってくるよな、うん、こっちに行きます、うん、まあ D いないから、まあまあ、いないから別ブロックだから、あー D かー、あー、中畑と板橋がちょっときつそうって感じ、あーひとまず見よっか、まあ、どうしようかね、いや強すぎ、強すぎ、強いんだよ、マジ強いんだよ、 D じゃないよこれ、おーおるさナイス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 、このテンション初回は帰った、帰った、どうかなっちゃうの、ファーボール OK、 甘いと OK です、いいヒット、いやいいね、満塁、ここはマジで、あの魔物考えるところ、オッケーオッケー、まずね盛り上げてってくれ、これ頼むぞ、はい、お祭り男を発動させて、角がスライドで大塚、スライドしすぎだろ、大塚、シャーッシャーッ、勝負よね、熱っ、ナイス、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、たまらんけど、あの魔物は消し続けたかったっていう、ちょっと待って、魔物まだ発動してんすよこれ、頼むどっかだけど、頼むどっかだけチャンスくれ、頼むマジでマジでチャンスくれ、よし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 、いいよ、焦るな焦るな、飛ばされかける、ナイス、いいぞ、普通に守備上手い、やばい、あー、ターナ、頼む、間に合い間に合い間に合い、もう、魔物あるある、高宮くんから入るか、これ伝令はめちゃくちゃ切れるから、まあ、もう体力っていうか総力戦だからな、皆さん頑張ってください、1回戦突破しましょう、そっくり出んな声本物かで、これでね、はぁー、はぁー、でも一徹がいる、マジ、ファイトが出ていこう、本当俺見てて辛かったんだな、ここで佐伯がナイスラ、よーし、オッケー、一徹、お前のヘッスラ見たかった、ナイラナイランよ、これは引っ掛けた、
これよくよくやった。ここ戦ったよ。これはミスったわ。レオスね、よっしゃ、あの時点で負けたと思ってたんですよ。うそ、あのワンアウトとツーアウト、ワンアウトとツーアウトと勘違いしてた私。そうそう、ここね。いやーやったーやったーやったたさらお前こんな叫び声聞いたことあるレオスの。去年は聞いてない去年は聞いた、今年聞けた。いやもうバカな采配したのを選手が助けてくれた。本当に本当にありがとう。そんな采配ミスないよ、ね、いいか、はい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 、うん、勝ちたいよ。もう油断しない。相手がいいであろうと、まずはもっと精密に分析するところから始めていくと。相手のピッチャーがまあでも強くないか。二次三次甲子園メンバー、いや君たち D じゃない、決勝みてえな1回戦はい。でもこれがね、本当勝つか負けるかで本当にもうの気分が乗ってるって感じだ ね。よしよしよし、1点取って全然違ったから、ね、抑えております。これが抜けれなかったんだ。焦らずに投げよう。そうそう、投げました、打ちました。セカンド右へのゴロ。あそこで勝ってるか負けるかでもう天国の地獄だからね。取りに行くね。さあ5球は5球目、ナイス。臭いとこがつけないよレオス。どうなってんだこいついいピッチング。わっしょいわっしょい、お祭りわっしょい、わっしょい、お祭りわっしょい。よしナイスなバントピースで、いいバントはい、これでワンアウトでゲッツーがなくなったから攻められると。いやナイスオッケー。打つよね。本当やっぱ野手陣が強いっていうのもあるんだけど。三点。強い強い。あとお祭りの使い方上手いっすよ。ね。オッケー。うまいうまい。犠牲フライでいいよ。オッケー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 。想定の範囲内。十分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 。うん。よし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 、打ち上げオッケーよ。ナイスオッケー。打たせて取ってんね。第9投げました。ナイス。オッケー。あの能力で。ナイスセンター返し。素晴らしい。すごい。オッケーオッケーオッケー。9回表で5点差をつけていく。困らないんだから。いくら取っても点数はいくら取っても困らない。いいね。十点。あーボットボコ。いやーすーごい去年こういう試合しなかったからなついに気持ちよくなりましたね。気持ちよくなっちゃってね、ついにね、あーコールドないからこういう栄冠みんなしたいんだから。はい、飛ばしてアウトと。ミオリオンが内角中心に行こう。マウンドにあとアウト2つ。はい、ボテボテ。セカンドの序章面、守備力が上がってるか、速攻で勝利。第3球を投げた、打ちました。オッケー、2回戦突破。いやー素晴らしい完勝ですねこれは、うん、完勝と言っていいでしょう。よし、いいぞ。いよいよ正念場を迎えました。 D 先発メンバー D ね、別ブロックからね D だ、あの D が来たのすごいついてますね。あ確かに B 頑張ってるのか。そうそうそう、ここで B とかが良かったですね。あーナイス、オッケー、ナイス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 。第4球を投げました。ナイスオッケー、打ち上げた、取れる。いやー抑えた。佐々木のカミソリシュートですかね。ナイス、ジェネリックカミソリシュートですかね。ナイスオッケー、これ帰ってくるか。よしこ、よしよし、お元気。ノーアウト2、3塁、犠牲フライとかじゃなくてセンター返していい。いやーここで打てんなって。ノーアウトね、2、3塁とかでも点入らないとかザラだからね。うん、ナイスオッケー。中継、丸山さらに5球目。いいね、ガイフ。よし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 、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。よ、いい勝負をした、いい勝負をした。126球で C か。はっきり言って投手交換は見ていきたい。うん、緊急登板ついてるからここで書いて年齢も切れるから、小西で。うちまだやれるのに。いやーちょっと待ってくれ。このね、二次三次甲子園2023の監督を迎える下位打順が来てるから、うわぶれなかった適用のシミュレーションをずっとしてたやつですか。ねえ、このイニング、それが大事だよ、ね、こういう駒を使いこなすこと、うん、慣れてますね。でこのカード
からのゲッツー。ここはサードゲッツー取れたんだ、よかったね。でかい、うまい。うーん、ここちょっと危なかったけど、素晴らしい、素晴らしい。ねえぞー、 B かー、さすがに強いねー、 B は。いや、さすがにね。お前3年生でよかったー。いやこの試合に限ってはこのスーパーピッチャーが地方で出るのは珍しいんですけどね。ああそうね、 SS は珍しい ね、 うん、これ普通に間に合うからね。優勝地、あの優勝候補とかだといるんだけど、ね、これで A じゃないんだもんな。地方でこれはマジね珍しいっすよ。ピッチャーに打たれちゃうか、仕方ない。いい試合だったな、俺これね、頑張ってるんですよマジで。あー、この試合だよ。よしよしよし、ここでね泥臭くね、いいよ、言ってちょっとね言って、今日は胸を借りるつもりで試合に臨もう。さすがに。打球いい当たりだね、それ。足速い。うわ、帰ってくんのね、今の。さすがに。ナイス。いいよ、進塁させない。抑えたらやばい、B 相手に。ナイス、OK。やナイス。いい。いいぞ、ここ一失点で抑えたのは偉すぎる、さすがに。第3球を投げました。ナイス。ここもね、耐えてんのよ。いいぞいいぞいいぞ。いや抑えてる、ギリギリで。本当に13安打4失点で、シャシャが出るんだ。シャシャが塁に出るんだよ、シャシャうん、壊れてても許してやってください。この環境に慣れておいてください。壊れる企画なんです社長。これが必死なんです。準決勝ですか。似てんな。似てんな。去年より似てるね。うん、こっちも磨いてきた。うん。取る気だったんだみたいな。魔物発動させなかったら絶対勝ててないからね。魔物ね、欲しかったね。早いもんな。から送球が。かつえマジでマジで強い。これはもうパリコレする。うん、あ、偉い、いや偉い、うん、それが大事、うん、ナイス。よーし、よく戦った、ナイスゲーム、ナイスゲームよ。よくやった、偉い。スタミナも上がったね。オッケーオッケー、これで準決勝、心置きなく勝ったよね。さあ、ラッシュ君も入ってまいりました。これは引けるかどうか。インターバルトに行くわ、私。来ましたね。うん。ヘッスラ、オッケー、オッケー、いいよ。取ったね、高宮君。取りましたね。いい感じになってるっす。一気に取ったな。いいっすね。あ、これです。お、特訓。高橋、小野町、山田。おい。小野町君、こっちを向きなさい。君を。強くなりたい、力を求めよ。安倍比やるんだったら安倍比責に狙った方がいいわ。アベレージヒッター、まあ、ヒッティング、ヒッティング、まあ、よーし、いやー、素晴らしい、いいねー。はい、というわけでいやー、やっとレオスの時代が来ましたね。やっと笑ってくれました。やっともう1年越し、1年経ってようやく笑っているレオスが見えました。よかったね、マジで。嬉しかったです、我々は。ねえ、よかった、よかったよ。まあ、本人が今日ね、この配信前に褒めてほしいと言ってたので、まあ、存分に褒めてやりたいとは思うんですけど。はい。まあ、でも本当にいい夏を見せてくれたし、トップバッターとして。本当にいい二次高2023のスタートを切ってくれたなと思っております。はい、よくやりました。いいドークマンですよ、本当に。うん、まあ、このままいいテンションでね、秋、そして春をちょっと見たいなと思うので。春春ちょっと見たいので、ぜひ頑張ってほしいですね。はい、そうですね。はい、